連覇を目指し、さらなる頂へ。ブレイザーズホームゲーム、北九州市立総合体育館。こんにちは、堺ブレイザーズ応援団長直樹です。お近田セリカです。さあ今回もブレイザーズアット TV をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。さあ今回はリアルに、はい、本当リアルな放送になると思います。そうなんですね。金岡太一さんに来ておりまして、まさに1月19日でございます。はいはい、ね、まあ、今回はですね、はい、まあ、今年最初の更新ということで、1月の18日現在で堺ブレイザーズ、はい、5勝2敗の第3位でございまして、年明けからは3連勝、去年の12月から数えればなんと4連勝でございます。今日勝つことができた、いやー5連勝ですよ。そしてこれ今試合始まる前にお客さんもたくさん今お越しをいただいておりまして、はい、続々とね、今までにないアット TV だからちょっとこう密着感満載にもなるかも分かりません。そうですね。そして今までの試合なんかを見ていただきながら、はい、今回も楽しんでいただきたいと思います。そうでございます。はい、まあ、今年初めてからの試合をですね、はいはい、ダイジェストで皆さんにお届けしようと思ってますので、はい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 、はい、河合さんの方に実況していただきながら、はい、お願いしましょう。ぜひご覧ください。はい、まずは河合さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、堺ブレイザーズホームゲーム MC の河合康幸です。今年もよろしくお願いします。まずは年明けのゲームがこちらです。最初は1月11日に行われたサントリーサンバーズ戦、両チームともに1セットずつ取った第3セットからご覧ください。さあまずはサントリースタンリーのサーブ、これをイノス、今村、ライトからチジキ、調子上向き。続いてゴッツのサーブ、サントリーレフトからスタンリー、横田ブロックはアウト。ペピチのジャンプサーブ、強烈ネット際、ゴッツが押し込んで25対13、第3セットを奪います。続く第4セット、ペピチのサーブ決まった。もう一度ペピチ、ここも崩してサントリーブロックにかかってブレイザーズチャンス、今村どうする、真ん中からチジキはブロックに捕まってしまいます。今度は米山のサーブ、これを今村、ペピジのスパイク、サベット、スタンリー、しかし金子は返せません。堺ブレイザーズが25対19で第4セットを奪い勝利しました。続いて1月12日に行われた昨シーズン1位の堺ブレイザーズと2位のパナソニックパンサーズとの一戦、手に汗握る攻防戦、どうぞ。ファイナルセットまでもつれ込んだ第5セット、まずはダンチのサーブ、イノスのレシーブは大きい、福澤ダイレクト、つなげられません。再びダンチのサーブ、これはネット。今度はペピチのサーブ決まった。これで14対11、堺ブレイザーズマッチポイント。もう一度ペピチ、これをライトから清水、伊藤の守備範囲、横田のトス、ペピチはアタックラインを踏み越えてしまいました。渡辺のサーブ、これを伊藤上げてレフトからゴッツ、つなぐパナソニック、レフト福澤ブロック、もう一度レフト福澤ストレート、ワンタッチありません。最後は15対12で第5セットを奪い勝利しました。そして最後は1月18日に行われた J テクとスティングス戦、セットカウント2対1、堺ブレイザーズがリードして迎えた第4セット、どうぞ。まずは内藤のサーブ、入ってます、チームメート全員で喜びます。もう一度内藤のサーブ、これをジェイテクと浅野、ブロックはアウト。今度は清野のサーブ、伊藤のレシーブが大きい、金丸ダイレクト、ジェイテクとのサーブ、今度はその伊藤がお返し。さあここで新加入のできた、ワンポイントブロッカーで入ります。止められるか、内藤のサーブ、ジェイテクト後ろから高橋、
ってきた、ブロックできず。しかし最後は袴谷のサーブがミスになり、セットカウント3対1、境ブレイザーズが勝利しました。全てが本当に熱い戦いでね。ねえ、本当に短い時間でございましたけども、ね、すごい熱い戦いです。ジェイテクトさんの試合に関しましてはね、はい、酒井監督もコメントでおっしゃってましたが、応援もすごかったというのを言っていただきまして、はい、会場が熱かったですね。そして内定選手の、はい、できた選手がですね、このホームゲームで登場しまして、はい、活躍高いわ。試合にも出られてましたもんね。はい、いよいよ2日目の JT サンダーさんとの試合でございまして、これ本当にリアルですから、もう私は絶対勝つと思ってますからね、はい、そうです。ほんで今から入って、僕すいません、僕応援団の準備をそうですよね。そちらもありますから、本当にもう間もなく始まるんで、はい、行きましょうこれなんか張り方昭和チックだけど大丈夫、勝つぞ。お待たせしました、1月19日のホームゲーム JT サンダーズ戦をご覧ください。まずは戸井本のサーブ。このゲームブレイザーズ最初のポイントはなんとこの日スタメン大抜擢のできたでした。さらにペピチのサーブから帰ってきたところ、またできた。もう一度ペピチ、崩されながらも越川大きくライトへ、イゴール、ワンタッチボール、ペピチ届きません。怖い越川のサーブ、これを今村、ゴッツ、ちょっとトスが合わなかったか。続く越川のサーブ、なんとかサイドアウトをお願い、ペペチ頼りになります。今村のサーブ、真ん中から越川、松本ブロック、さらにライトからイゴール、ブレイザーズチャンス。今村はレフトへ、伊藤ブロックアウト。第1セットは境ブレイザーズが取ります。それでは応援団席の直樹さんの様子見てみましょう。1セット取りました、皆さんありがとうございます。さあ2セット目はどうなるんでしょうか。さあ第2セット、イゴールのサーブ、まずはこれをペピチブロックアウト、さすが。次はゴッツのサーブ、惜しい、ネット。神田のサーブ、ゴッツから今村、できた、拾えない、ナイス、できた。内藤のサーブ、小沢の速い攻撃を今村、ドンピシャブロック。再び内藤のサーブ、入ってます。もう一度内藤、今度はイゴール、止められるか、惜しい。井上のサーブ、次は誰が打つ、伊藤かゴッツか、ペピチだ、決まった。第2セットも境ブレイザーズが奪います。完全に勢いに乗って第3セット、松本のサーブからイゴール、ブロックにかかってブレイザーズチャンス。するとゴッツのクイックおとりからレフトにいた、できた。本当に新人か。伊藤のサーブ、これをイゴール、ワンタッチボール、伊藤、届かない、惜しい。神田のサーブ、ゴッツ自分で上げて手を叩いてトスを呼び、自分で決める。ゴッツのサーブ、深津のトスからイゴール、ナイスコースに決められます。しかし最後は安永のサーブから今村、ペピチ、イゴールのブロック弾き飛ばして第3セット25対22で境ブレイザーズが奪い、見事ストレート勝ちを収めました。ではここで選手監督に私が直接インタビューしました。ご覧ください。内藤選手にお話を伺いたいと思います。お疲れ様でした。シーズン通じてサービスエースって少ない方だと思う。本当に総部みんながブロックだとか
切り返しのスパイクだとかみんなが点数を取ってくれるのでもう僕はもうみんなにも任せきって信頼してサブです。カメラに向かって一言メッセージをお願いいたします。ですね、昨日が僕で今日はできたが、先発で出たんですけども誰が出ても、同じ熱いチームだと思います。皆さんのご声援、これからもよろしくお願いします。続いてはじゃあ自己紹介していただきましょうか。どうぞ。筑波大学4年のできた隆です。今季から内定選手として出場します。いち早くチームに溶け込んで、チームの連覇に少しでも貢献できるように頑張りたいと思います。良かったところはどこですか。良かったところですか、まあ、多少なりはにはやっぱりチームの勝利に貢献できたのかなっていうのはあります。はい、これから頑張っていただかないといけません。はい、カメラに向かってファンの皆さんに熱いメッセージをお願いします。はい、まあ、これからも機会があればもうスタメンを狙って、日々の練習に励んでいきたいと思います。で必ずやっぱりスカイブレイザーズに来たからには優勝して結果を残したいと思いますのでこれからも応援よろしくお願いします。真面目でしたね。いや今ちょっと本音のように思いましたけど。いや本音ですよ。もうねこう選手の気持ちがねもうむっちゃ出てるゲームだったし、まあ、前回のホームゲームでねやっぱ悔しい負け方してるんでやっぱりそういうところがねもう選手本当奮い立たしてこうやってくれたと思います。チームにどんな言葉をかけたんですか。とにかくね今もう本当 JT さん勢いに乗ってるチームなのでとにかくこう気持ちだけはこう負けないでおこう。とにかく、サーブでどんどん攻めてくるチームなのでもうサーブレシーブにしてもこれはサーブレシーブする人間だけではなくてその一本をチーム全体で取りに行こうよ。それを気持ち出していこうよ。取る方に守ることよりも攻める方にこう重点を置いてミーティングはしました。今後の抱負課題などカメラに向かってお願いします。いやまだまだね本当こう一応終わってレグ始まったところなのでいやまあまあ、大事なところ、しんどいところはね、本当にね、こうペプチこう頑張ってこう来てくれてるんですけども、まあ、プラスアルファして、もっともっとこう日本人だけでもね、こう攻撃力が上がるように、今後、終盤に向けてつけていきたいと思ってます。いやー、本当に気持ちのいいゲーム、ありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらが1月19日終了時点のランキングです。堺ブレイザーズは昨年末時点の4位から2位に浮上しました。続いて2月北九州市立総合体育館ホームゲームのお知らせです。まず15日土曜日はサントリーサンバーズと翌日16日日曜日は FC 東京と激突します。チケットの詳しい情報は V リーグ公式ホームページ堺ブレイザーズ公式ホームページにてご確認ください。いやー気持ちよかった。3対0で JT さんに勝ちましてリアルに先ほど終わりまして、はい終わりました。片付けもしまして、はい、エンディング来まして、まあ気持ちのいいストレート勝ちですよ、ね、5連勝ですよ。5連勝ですね。前回本当にあの負けてます JT さんにこうリベンジという形で勝った、はい、これは非常に大きいなと思いますね。なんかこうコートの中というか、うん、選手の方々のこうムードも、はいはいはい、勝つぞっていうのが見えましたね。応援席からでももうできた選手もすごかったしね、内定選手の、はい、僕ほんまも客席で言ってたんですよ。ようできた言うて、できたようできた言うてね、できただけに、できただけにわお笑い、バカにそうやバカにそうやから、しかしながら、はい、皆さんまたですね会場に足を運んでいただき、さらに、応援は最大の攻撃、はい、熱い温かい応援をお願いしたいと思います。そしてブレイザーズアット TV コメントいいねよろしくお願いします。いいねお願いします、はい、今回は以上でございます。またお会いしましょう。明るくさようなら。